皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ本日も始まりましたトッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は NATO 機密文書漏洩問題で参ります。NATO の機密文書が大量に漏洩したという問題、まずは共同からいきましょう。こちらでございます。ウクライナ軍事支援の機密流出か SNS 上ということで、アメリカの国防省層が、まあ、経緯を調査するっていうことになっています。最初は30点以上が流出したと。で、ちょっと経つと50点以上が流出したって話が大きくなってきます。現在では100点以上の機密情報が流出したというふうになって、かなり大事になってますね。ウクライナ情勢だけではありませんでしたということで、もう一つ共同ですが、中国問題、中国の話や中東の情報も流出していたということで、かなりの大事になっている。実際に流出したものがこちらでございますね。こんな感じでもう SNS 上で写真がブワーッと出回っているような状況でございます。となってくると、この流出したものがまずは本物なのか偽物なのかというところ、そして犯人は誰なのかというところが気になりますけれども、まずウクライナは省いていいんじゃないかなという気がします。ウクライナ大統領府長官が漏洩した機密文書とされるものについて信じるに値しないということでウクライナ一周してます。で、ウクライナはなんでこういう態度を取るかというと、今回流出したのは NATO の機密文書なので、そもそもウクライナはこの情報に触れることができない。アクセス権がないんですね。なので、ウクライナは今回省いていいんじゃないかなという気がしてしまいます。その上でいくつか怪しい情報というのが出ております。まずは本物か偽物かというところなんですが、その前に一点だけちょっと注意喚起をしなければいけない情報がありますので、それだけちょっと共有していきたいと思います。またね、ロシアファンの皆さんが騒ぎ出すといけないんで、ちょっと最初に共有しておきますね。これ流出した文章のところをアップにしたものなんですけれども、US NATO SOF in UKR って書いてあります。これ日本語に訳すと、ウクライナ国内にいるアメリカと NATO の特殊部隊っていうことですね。ウクライナの国内にアメリカとか NATO の特殊部隊がいますっていうことなんですけれども、上から USA、アメリカ、GBR が、グレートブリテンでイギリス、あとフランス、ラトビア、オランダという形で書いてあります。で、一番上のアメリカですと 14XPAX って書いてありますね。で、この X っていうのは省略という意味だったりとか、約何々という意味だったりするので、約14人ってことです。で、PAX がパッセンジャーの略になりますので、アメリカが約14人って書いてあります。14人しかいないんです。で、一番多いのがイギリスで50人いますけれども、まあ戦闘できる単位ではないですよっていうことですね。で、トータルで約97名の人が、人員がいますよっていう話。で、これは武器輸送であったりとか、要人警護であったりとか、まあ十数人ぐらいはどうしても必要なわけですよ。で、それがいるっていうだけの話でありますね。しかし、ロシアファンの皆さんが妄想を膨らましてですね、また、やっぱり NATO の特殊部隊がいるじゃないかと。ロシアは NATO と戦ってるんだって言い出すと思うので、まあ最初にこれだけ共有をさせていただきたいと思います。では、まずですね、本物か偽物かで言った時の怪しい情報というところを行きたいと思いますけれども、まずはこちらですね。はい、これ死者の数になります。死傷者の数って出てるのもあるんだけど、多分死者の数でいいんじゃないかなと思いますが、まずこちらがおそらく本物、オリジナルの方だと思いますね、本物の方。ここでロシアとウクライナの死者が出てますけれども、6.5K の K は1000なので単位が1000になりますね。うん。で、これが 35.5K。から 43.5K なので 35,500 から 43,500 ロシア側に死者が出ている。下がウクライナで 16,000 から 17,500 死者が出ている。多分これはオリジナルだというふうに思います。これは改ざんされておりまして、今度はロシアのが少なくなる。ロシアが 16,000 から 17,500 になって、ウクライナが一気に増えて 61,000 から 71,500 死者が出ているということで改ざんされております。で、なんでこれが改ざんなのかというふうに言えるかというと、そもそもデータのそのピクセルの大きさが改ざんされた方の方が小さいんですね。うん。大きくすると画像がぼやけてしまうので、通常改ざんしたものは小さくなることの方が圧倒的に多いそうです。なおかつ、見る人が見ると、これフォトショップかなんかで、上からやってるよねっていうのがわかるみたいですね。うん。というところで、ロシアの被害が少なくなっている方が改ざんされた方ということになりますね。ということになると、やはりロシアにとって、死傷者が多いっていうのが、死者が多いっていうのは、まあ、都合の悪い情報なので、これを改ざんしてロシアが、まあ、出してきたんじゃないか、ロシアの仕業なんじゃないかっていう話になってくるわけですけれども、これが改ざんされたからといっ
て、じゃあこの流出したものが本物なのか偽物なのかっていうのはなかなか区別がつきづらいということになりますね。うん。で、もう一つ怪しい情報がこちらでございますけれども、大和魂さんです。またよろしくお願いします。興味深いということなんですが、ウクライナ軍のステータスを示すスライドには、秘密扱いが書いてあると。その上で、NATO とフィンランドのみは公開される。ただし、スウェーデンは公開されないと指摘されているということなんですが、この文章が最初にペチャッと貼られたのが3月の1日なんですよ。うん。で、フィンランドに公開されるっていうのがおかしくて、フィンランドが NATO 加盟本格的に決まってきたのは、トルコが、まあ、審議に入ってからなんですね。で、それが3月の半ばぐらいで、トルコ議会が承認を下したのが3月の30日ぐらいだと思います。で、4月に入ってからフィンランドが正式に NATO 加盟するっていう流れになるので、3月の1日の時点で、フィンランドに公開するっていうことが NATO の文章に入っているっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなという気がするんですよ。うん、で、まあ、死者数も改ざんされているし、こういう日付が合わないような情報も入っているということで、これ偽物なんじゃないのっていう気が、まずはしてくるんですけれども、やっぱり本物かもしれないという情報も入ってるんですよね。それが、こちらでございます。また、大和魂さんですね。よろしくお願いします。俺も少し裏取りしたが、ということなんですが、リーク文章の舞台編成が現実とほぼ一致するということで、まあ、英語のツイートを引用してます。で、この英語のツイートの方も全部検証したけれども、ビタリと一致してるって言うんですね。舞台編成が。で、私もちょっと見ましたけれども、一致してますね。うん。で、これが一致するってことなので、やっぱり本当に、これ NATO の文章、本物が流出してしまったんじゃないかなっていう気がしてくるんですけれども、まず本物か偽物かに関しては、まだわからないんですが、私はですね、ちょっとハイブリッド的にこれ考えてます。どういうことかというと、おそらくこの膨大な情報の中に本当の情報、本当に漏洩してしまった情報が入っている。だからアメリカは調査に乗り出した。全部偽物だったら調査する必要はありませんから、だから調査に乗り出したんだけれども、今見ていただいたように偽物の情報もやっぱり入っている。つまり、本当に漏洩した情報にいろんな情報をくっつけて、100点以上の文章に仕立て上げて、それを公開に踏み切っていったんじゃないかっていうことですね。本当の情報と偽物の情報がこう入れ混じった形になっているんじゃないかっていう、そういう話になります。では、犯人は誰なのかっていうことなんですけれども、これを最初に貼っつけたアカウントというのはルッカっていう人になりますね。ルッカ。まあ、イタリアの都市みたいな名前ですけれども、この人を、具体的にお前だろうって探し出すことができれば犯人が見つかるということになりますけれども、見つかるかどうかの保証はありませんけれども、追うことはできます。ということで、まず、冒頭の方の大和魂さんのまたツイートに戻りたいと思いますね。もう一度戻りましょう。30以上の漏洩したドキュメントが3月1日と2日に、ウォウマをディスコードサーバーで共有されということで、ここでディスコードサーバーが出てきますね。ウォウマオという人のディスコードのサーバーで共有されましたという、そういう話になります。この大和魂さんのツイートと同じツイート、英語のツイートがあります。ほぼ同じツイート。それがこちらですね。エリック・トーラーさんっていうのかな？この方なんですけども。まあ、同じ内容になります。ウォーマオディスコードサーバーで30以上の漏洩文章が共有されたっていう。で、この英語のツイートに反応してる人がいます。それが、ウォーマオさんというアカウントになりますね。こちらでございます。ウォーマオさんのアカウント。うん。毛沢東的なアカウントになりますけれども。はい。Hello CIA ということでね。うん。これ、反応してますよね。思いっきり。で、じゃあ、このウォーマオという人が犯人なんじゃないかって思いがちじゃないですか。怪しい反応もしてるし。で、この人はまあ、ちょっと人を引きつけるようなですね、まあ、面白いこう動画出したりとか、あと怪しい情報出したりとかいっぱいしてるわけですけども、多分このアカウントは個人ではやってないですね。複数人でやってると思われます。Twitter だけではなくて、YouTube もやってるし、Instagram もやってるし、TikTok もやってるし、Telegram もやってるし、いろんな SNS をやってます。ウォーマオという名前で。うん。で、どっからやってるかというと、YouTube を見ていただくと、チャンネル概要を見ていただくと、イギリス、場所はイギリスっていうことなんですね。うん。イギリスで開設したチャンネルだっていうことがわかるんですけれども、このウォーマオさんという方なんですが、この人が犯人では多分ないんですよ。
貼り付けたのはルッカっていう人なんですけども、なぜかというと、ディスコードサーバーというものを知る必要がある。ディスコードというのは、こちらで、フリーで使える、まあ、ソフトみたいなもんです。うん。で、チャットもできるし、電話で通話もできる、音声通話もできるし、ビデオなんかの映像を貼り付けるようなこともできる。で、ここで言うディスコードという、このフリーソフト、中で、サーバーという、YouTube でいうところのチャンネルになるんですけども、チャンネルを作ることができます。サーバーという、まあ、自分の部屋を作れるんですね。で、そこに、そのサーバーの URL を他の人に配ることで招待をすることができるので、ウォーマオさんが招待をした人が、ウォーマオさんの部屋に来て、それがルッカっていう人。その人が、機密文書をペチャって貼り付けたっていう流れになるんですね。なので、ウォーマオさんが誰かっていうのはわかるので、ウォーマオさん経由で、このルッカっていう人にたどり着くことができれば、実際に、犯人が判明するっていう流れが出来上がるということになりますね。ただし、イギリスで開設されているっていうところから、最後にちょっとですね、斜めから見ると、これ、アメリカとかイギリスが、ロシアを攪乱させるために、情報をわざとですね、ロシア寄りなところにペチャって貼り付けに行ったんじゃないかっていう可能性すらちょっと見えてきてしまうということで、まあ本物か偽物かも五分五分、そして、犯人がロシアサイドなのか、それとも欧米サイドなのかっていうのもまだ五分五分というところですけども、まあこういう見立てがあるという上でですね、またこの情報を追っていっていただければというふうに思います。はい。では最後にですね、ちょっとバフムートの情勢だけ行きたいというふうに思います。バフムートの情勢ですね、ちょっと情報統制が厳しくて、なかなかですね、その後の情報が入ってきませんけれども、補給ラインの情報というのが入ってきました。補給路の情報ですね。まず積極護国情報さんから行きましょう。こんな形でございます。よろしくお願いします。バフムートへ続く道は現在このような状況になってますということで、今もう泥将軍が来ていて、ものすごい道路が悪路になってるんですよ。ここで補給物資を運ばなきゃいけないというところ、かなり厳しい戦いになっているんじゃないかということが予想されます。で、ロシアファンたちもこの情報を出すことでもうウクライナはまともに補給できないということを言っておりますけれども、補給路に関してはもう一つ映像があります。それがこちらでございますね。うん。全然違いますよね。全然違う。で、この補給路の映像なんですけれども、一番最後の方に行くと、こんな感じですね、仮設の橋が見えてくるんですね。仮設の橋が見えてくる。で、これを渡りそうなところで、実はこの映像が止まるということになります。どっちが本当なのって、さっきの泥の悪路なの、それともさっきの舗装された道なの、どっちなのっていうことなんですけども、なぜこの二つの映像が、共存しているのかと言いますと、補給路の問題ですね。こちらご覧ください。はい。今、補給路はこんな感じで持ってっています。一番南の、T0504 という、ところ、舗装されたところをぐーっと通っていって、橋を渡ってすぐのところから、農道のようなさっきの泥の舗装されてない悪路に入って中心部に持ってっているっていう状況ですね。なので、二つの映像が出てくるということになりますね。うん。途中からかなり悪路なので厳しい道ですけれども、一応その前までは舗装された道も通れているので、補給ラインがもうものすごい厳しいっていう、まあわけでもないというところですね。うん。一応補給ラインは生きている。厳しいけれども生きているっていう情報ですね。最後に共有させていただきました。はい。というところですね。NATO の機密文書漏洩事件でございますけれども、まだ色々五分五分ではありますけれども、多分ね、流出したものを犯人が膨らませて、投稿をしたんじゃないかなというふうに私は思ってますけれども、また全然違う見方といいますか、情報が出てきたら皆様と共有を続けていきたいというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。